この後はお渡し会がございます。こんにちは。お渡し会がございます。私はですね、あの HMV 酒井さんの方でお渡し会がございますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こんにちは。はい、皆さんお間違いなく、明日もあるんですけど、明日も同じ場所です。私は、はい、皆さんお間違いなく、はい、こんにちは。花粉症はちょっと花粉症のお薬でなんとか乗り切っております。いつもより可愛い、ありがとう。いつも以上に可愛いってことですよね。おい、笑わないでください。くまさん、くまさん笑わないで。そう、いつもより可愛いって言われたんで、いつも以上にっていうこんっていうことを今言いたかったんですけど、いつもより可愛いはちょっとなんかちょっとね、ね、くまさんが今笑ってますね。コメントの人が悪いね。ね、そのね、本当にちょっとは悪がないと思うんですけどね。悪意はないと思うんですけど、いつも以上に可愛いということで、ありがとうございます。めちゃめちゃプラスに解釈する、はい、まあね、皆さんありがとうございます。可愛いということで、皆さんありがとうございます。くまさんは今一生懸命髪の毛をやっておりますのでね、はい、今日は会われる方をお楽しみに。いつもより可愛い、いつもより可愛いです。くまさんもいつもより可愛いですね。こんにちは、はい、プラス思考で、はい、本日も、はい、よろしくお願いいたします。うまいね、本当に鼻が詰まっています。こんな鼻詰まってるの久しぶり。早く病院に行けって話だよね。昨日もずっとその話してましたけど、はい、まあ、でも意外とね、慣れますよ、もうこの声は。はい、くまちゃんはお酒飲んだら可愛いって言ってますよ。お酒飲んだら、うん、あれあれくまちゃんはお酒飲んだら可愛いらしいです、はい、シラフお酒飲んでもお酒飲んでもですね、はい、公園前に飲むよ、公園前に飲むよって言ってますけどよくないですけど、うん、私から前にね、お酒飲んできちゃう可能性あるんで、やめてください、はい、やめてください。めんどくさいね、めんどくさい、細かいからね、もをどっちみたいな、どっち、はい、ほろ酔いお渡し会ですね、はい、すごい、くまさんお上手、うん、レッスンできるんですか。私もう、私の髪質的に無理なんですよ。え、崩れてないっすよ。はいはい、いけるかな、あと1個、いけ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 、うん、上手、いけた、うん、え、マジでうまい、天才的です、はい、うん、こんにちは皆さんこんにちは、こんにちは、はい、こんにちはでございます。ファンの皆さんにはね、久しぶりに会う方も今日もいると思いますけども、はい、よろしくお願いいたします。最近は公演がないのでね、3月ですね、次は公演が、今日は、カホとユキユキとレンが一緒でございます。楽しそうですね、きっと楽しそうなレンになります。皆さんお待ちしております。こんにちは。4日の登録はもう出たのね。
お待ちしております皆さん。来週は2回公演。2回公演か。え、2回公演はないよ。あれもう出てる？まだどこまで発表されてるかわからないんで、なんか喋れなくないですか？公演この日あるよって。4日は発表されてるけど、もう発表されてるか。そういうことかしら。あ、土曜日もね発表されたってことか。そうです、9日もございます。9日も K2 でございます。はい、多いね、え、K2 多いんですよ、ね、逆になんかみんな平等なのかなってちょっと心配になってきてる。チームでね、チームで平等なのかしらっていう、ね、大丈夫なのかなっていう、まあ、きっとね帳尻合わせはすると思いますけど。こんにちは。え、なんかコンペイトが落ちてきてる。何のあれだろう。だいたい同じぐらい、同じぐらいか。 S が少ないんだ。あらら、まあ、きっとどこかでね調子が合うと思いますので。今日も昨日もね風が強かったですね。きっと外出たらこの髪もバサーっとなると思います。こんにちは。コンペイトがいっぱい落ちてる。こんにちは。この日って2周年じゃなかった。そうなんですよ。この調子でいくと、え、公演がございます。はい、その日は。なのでどうしようかなって思っております。はい、公演終わりになると思います。だから、はい、わからないですけど。あ、先生置いててください。はい、使わないです。はい、早朝5時から、5時からはちょっとねファンの皆さんがかわいそうなので。5時からはねやりたいですけど。いやいやいや、やめてください、やめてください。クマさんはやる気満々らしいですけどね。クマさんはやる気満々らしいですけど、はい、うん、うんうんうん。明日はね、皆さん何の日かご存知ですか？はい、皆さん何の日かご存知ですか？うんうん。今日は足はしびれてない。あと何分ぐらいだろう、わかんない。だから足しびれタイマー発動しないのであと何分かは分かりませんけど、お疲れ様です皆さん。お、そうですね、今日はフラゲ日ですし、なんと明日は発売日ということで、今日はフラゲ日でだけど、そう、明日はね発売日なので、正確な、はい、ファンの人の手元に届いている方がほとんどかと思いますけども、はい、皆さんぜひたくさん聞いて MV も見てください。お願いします。はい、サインも届いたのかな、あの特典会の。よかったです、届いてよかったです。こんにちは。
まだ届いてない方もいるのかな。はい、ぜひ届くのをお楽しみにお願いします。今日はダンス動画もアップされますよ。お、今日は何のダンス動画だ。もしや、もしや、もしや、まああとそうね、あの関東ローカルにはなりますけども、 TBS のプレイリストさんの方で、はい、歌番組はそれが一発目なのかしら。そうだよね、そうなります。はい、歌番組の、はい、一発目の放送ということで、そちらもね夜遅いですけども、はい、リアルタイムで、まあ、録画できる方は録画もして、はい、だって TikTok でダンス動画見れるのかな。お、見れるかもしれませんね見れるかもしれませんね。お楽しみに。こんにちは。一番くしゃみが出そうだけど、さすがに昨日も言ったけど、配信中は謎に出ないかも今日も何回したことかって話なんですけど、この鼻声が治るのを、はい鼻声が治るのをね、はい、いや今年過去一ではないけど、もうなんか小学生以来のひどさかも、こんな鼻詰まってんのは。プレイリストがほぼ深夜2時なので、そこから早朝5時配信だと仮眠すら怪しい。早朝5時は無理ですよ早朝5時に配信しません。あ、5時に起きる方はってことか。それはもうしっかり寝てください。はい、鼻かみすぎて赤くなってないね。気をつけてます。はい。赤くならないように。学校に箱ティッシュ持ち込むのなかなかいない。え、結構いたけどね。私の周りは私の周りは結構いたんですけど。はい。赤くならないように気をつけます。お高いねティッシュを使いたいんだけどね、高いからもったいないじゃない。でもこの時期になると鼻がくっさがさになってしまうので、そう、でもあれですよ、普通のティッシュで今は過ごしてます。はい、高いのでね、ちょっとでも節約を、はい、おしんさんに買ってもらおうかな、お願いしますって。お、ということでありがとうございます。719です、ありがとうございます。はい、ということで、きっとね向かっている方も中にはいるかもしれませんけども、はい、この後は HMV 酒井さんでお渡し会でございますので、はい、皆さんとお会いできるのを直接ね楽しみにしてます。それではまたね、ありがとう、行ってきます、バイバーイ。